今川義元動き出したと。はっ。我が手の者駿河より戻りて申すには、今川義元いよいよ兵へ動かす気配にて、先方は遠江からこなたに向かって一昨日動き出したとのことにござりまする。してその数は。はっ。しかとは分かりませぬが、かなり前から出陣の支度していたとの噂はありて、駿河遠江三河の軍勢とならば、その数三万にも達しようと思われまする。三万。はっ。今川義元がもと三国力を合わせれば、あながち多い数ではござりませぬ。駿府ではもっぱら四万と噂されておるとのことにござりまする。話半分としても二万か。はっ。一大事にござりまする。まずはこれより我が方の備え申し上げる。今川勢我が国に攻め入ってくる時は、この鳴海城、大高城を足がかりにすること明白にて、以前よりその近くに砦を築き備えておった。改めてその人数などを申し上げる。まずこの丹下の砦には水の立脇以下兵およそ300、次に鳴海の城を孤立させるため善照寺砦に佐久間信盛と兵300、中島砦には梶川高秀と兵350、また鳴海城と大高城を行き来できぬよう鷲津と丸根に砦作り、鷲津には織田玄馬と兵300、丸根砦には佐久間森重と兵500が入っておる。よって親方様率いる本隊はおよそ2000、以上我が軍勢合わせて約4000にござる。今川の軍勢3万とも4万とも言われておるが、恐れるに足りずじゃ。我らは尾張制した。今川義元がごとき古田の木に負けません。申すことある者は今のうちに申せ。戦いするまでこのように集まることできまい。よって必要なることはこの場にて申せ。佐久間森重お願いの儀ござりまする。うん。それがしの丸根砦で一番国境に近く、まず最初に今川勢と出会うことになりましょう。よって我らが力ことのほか強きことを示すため、飛び道具より多くお与えくださりませ。まずは鉄砲あと50、弓も100ばかりいただきと存じまする。内藤。は。本隊の者森重に分け与えよ。林殿、いかがにござる。は。弓100は都合できまするが、鉄砲50というのは少々無理な数にて、30が限度でござる。おお。鉄砲30いただければ我らの者と合わせて80になりまする。80の鉄砲を一度に火吹けば敵も恐れなしてなかなかに近づくことできますまい。まずは丸根砦にて十分に敵疲れさせまする。お願いござりまする。この柴田勝家に馬に乗りたる者200ばかりお与えくださりませ。さすれば三河国境にて今川勢待ち伏せ、陽一朝掛けの奇襲もって敵を痛めまする。本隊からは人は分けられぬ。敵は3万とも4万とも言われておる。それに控え我が本隊2000数百。よって一兵たりとも無駄にはできぬ。この戦、敵の動き見えた時初めて始まる。それまで本隊動かぬ。今川勢三河国境へ越え、我が尾張に入るまであと3日ある。3日ならば必ず良策生まれる。